植物学における編種は、植物命名規約によって定められた、植物分類における階級の一つ。二名法で記載される学名の後ろに、バリエーションと省略されて表記される。なお植物新品種保護国際同盟では、編種の語を法律用語として扱っている。国際動物命名規約では、種商名の後ろにつけられる階級は種のみが認められており、 変種という階級は認められていない。イヌビエ変種は同じ植物種の他の変種とは区別されるが異なる変種間でも交雑は可能である。しかし変種間で生態的特性や公的環境が異なる場合もあり、その場合分布域が重ならないこともあるため交雑が起こりづらくなる。例えば、イヌビエ、ヒメイヌビエ、ヒメタイヌビエの3変種はどれも 死生条件に適応して生育するが、ヒメイヌビエは乾燥に比較的強く露房やハタチなどでも生育できるのに対し、ヒメタイヌビエは乾燥に弱く水田で稲と共存する適応性を持つなど、それぞれの変種で生態的に大きく異なる特性を持っていることがある。また、2種類の変種が同所的に生育し、生殖隔離が起こっていると考えられる場合には、 その変種が種に格上げされることが検討されることもある。例えば猫のメソウ族のボタン猫のメソは、同族の北陸猫の目の変種として扱われているが、同所的に生育する例があることや、形態的な特徴の著しい際から別種として扱うべきだと示唆されている。ラッパ変種の中には、作物として非常に重要なものがいくつか含まれている。 例えば、アブラナカのラパは、多くの栽培植物の原種であるとされており、その変種として、アブラナやカブ、コマツナ、チンゲンサイ、白菜など重要な作物植物が多く知られている。競技、エッケンクロアクラス、ギャリーバリエーション、クラスギャリーハットイクラス、ギャリーバリエーション、プラティッコラハット、エッケンクロアクラス、ギャリーバリエーション、 ホーモセンシス、中山雄一郎、坂井雅子、山口博文、水ストレスに対する、イヌビへの生態的反応を雑草研究54-239から248、クライサスプレニアムホリバリエーション、キオテンセハット、クライサスプレニアムホリハット C キオテンセ、若林道夫、大場秀明、猫の目相続北陸猫の目群の一新首都群内の、 分類学的再検討植物分類。地理46、1から27ハットブラシからッぱ。ありがとうございます。